そっちにイグアナがいるの？ドラゴンに会いに行こう。中央政府からの指示を要約しますね。クリスタル地帯の殲滅計画に変更はないが、優先順位を繰り下げる。現状はヘレティックの殲滅及び確保を最優先任務とする。大体そういったところです。要はベヒモスをどうにかしろってことでしょ。できないことはないかもね。そうですね、まだトップシークレットですから。以前の件もありますし、ヘレティックがこちら側にいると広く知られればアークは大騒ぎになるでしょう。私だけでなく、マナにも厳重な観光令が敷かれています。中央政府でもシンデレラの情報を把握しているのはごく一部のはずです。アンダーソン副司令官ぐらいしか知らないものと考えていいと思います。特に警戒して情報を制限されています。事実を知られればすぐにでも兵力を動かしかねませんから。そりゃそうよね。この子が目覚めたって知られたらアークがとんでもない大騒ぎになるわ。なんで私をチラチラ見てるの？え、いや別に。見るならちゃんと見て、私の美しい姿を存分に見るといいわ。はあ、私うまくやっていけるかしら。ベヒモスと戦うことならうまくいくはずよ。私一人ならわからなかったけど、グレイブとあなたたちがいるなら倒せるわ。それに王子様がいる限り負けるイメージが思い浮かばないもの。ただ相手がベヒモスだけという保証はないわ。フォービースト、そう名乗った通りなら4匹の獣ということでしょう。最悪の場合ヘレティックを4人同時に相手にしないといけなくなりそうね。ヘレティックが4人集まるということは、私のような最強の存在が4人同時にいるという意味よ。あまりに望みがないわね。どうやっても勝てないわ。私が4人もいたら美しすぎて怖くなってしまうでしょう。はあ、やっぱりこのことはやっていけそうにないわ。でも的外れな考えではないわ。こんな状況だからこそ先手を打つべきよ。そうですね。おまけにあの一帯はベヒモスのホームグラウンドですし、クリスタルを自在に扱えるだけでも十分恐ろしいのに、ベヒモス自身の能力も驚異的でした。仲間に集合されたりクリスタルで何か仕掛けられたりすれば頭の痛いことになります。そうね。だったらあっちが体勢を整える前に数で押し切るしかない。アブソルートが離脱したけど古代のヘレティックが味方なんだから、勝算は十分あると思うわ。待って、古代のヘレティックという呼び方はやめてもらえるかしら。あ、ごめん。伝説のヘレティックぐらいにして。古代なんて言われると老けて聞こえるでしょ。やっぱダメね、ついていけないわ。準備が整い次第すぐに出発しましょう。指揮官、それでよろしいですか。王子様よ。いいえ、指揮官は指揮官よ。ラピまでそんなことで食い下がるなんて。
アブソルートは整備が完了次第再合流するとのことです。わあ、よっぽど悔しかったんでしょうね。すぐに戻ってくるなんて。悔しさだけではないと思うわ。多分私に何か見せたいものがあるはず。もう私を待たないっていう意思表示のために。うん。それからグレーブも整備が終わり次第合流するとのことです。まあグレーブは確かに相当な整備が必要でしょうね。量産型だったんでしょ。すごい話よね。すごいでは足りないわ。うん。ああどうしましょう。何よ、どうしたの。グレイブの素晴らしさを表現する言葉が思い浮かばないの。きっとこの世には存在しない言葉なのね。はい。あ、言い忘れていましたが、私とマノはクリスタル地帯の殲滅作戦準備のため作戦支援から一時離脱します。はい、皆さんの目標はヘレティックになりましたが、私たちには地域一帯への作戦目標が与えられています。クリスタルの危険性は高いままですから、いずれ対処しなければなりません。その準備が私たちに命令されています。大丈夫ですよね。クリスタル地帯の情報は常に頭に入っているでしょうし、クリスタルがある以上いずれにしてもこちらからは大してサポートできません。 A ピラーももう使えないですし。はい、わかりました。ところでラッピー、それ本当に持っていくつもりですか。グレイブが持ち歩いてたケースよね。中身は銃みたいだけど。セブンスドワーフだ。お前に預けたい。これを。そうだ。スノーホワイトに返すものではないの。シンデレラが目覚めた。私たちにはするべきことがある。ゴッデスには会いたいが、それの優先順位が高い。お前たちはゴッデスと会っている。渡してくれ。あなたの武器ではないの。もともと借りたものだ。壊さないのも大変だった。振り回したり叩きつけたりしていた気がするけど。それは仕方がなかった。お前はレッドフードを受け継いだ。いいえ、それはゴッデスとつながっている。だからお前が渡すべきだ。そうね、分かったわ。ええ、持っていくわ。大切なものだから。私がふさわしいかどうかはわからないけれど。指揮官、もう一点ですが、 A ピラーで生成された構造物を変形させてクリスタル地帯に通路を開通させてあります。少しは楽に通行できるようになったはずです。もちろんです。アークの基礎構造物は本来そのためにありますから、データを入力すれば変形させることが可能です。ベヒモスのクリスタルで押し返されるまでは役に立つことでしょう。それでは私は修復作業に戻りますので。わあ、忙しそうなのに親切な説明。グレイブの修理をマナがサポートしてるんですよね。うん、基本的な作業は手伝えるらしいわ。なるべく早く復帰させるって。
指揮官様、ちょっとここだけの話がしたいんだけど。アンチェインドって指揮官様の血でしょ？図星みたいね。エデンに行った時はいきなりアンチェインドの弾が手に入ったし、この間指揮官様のお腹に穴が開いた時も近づくなって叫んでたし、血がついた手で殴られたベヒモスも妙なことになってたでしょ。宣伝してるようなものじゃない？これで気づかないのはおバカさんよ。おバカさんは言い過ぎでは？とにかく、どうして秘密にしてたの？血に触ると妊婦が吹き飛ぶかもしれないから危ない。だから、私の血には絶対に触るな。とか言っておけばいいでしょ？怪我した時にうっかり止血されたりする可能性だってあるのに、私たちが誰かに秘密を漏らすと思った？ヘレティックと戦わせておいて今さら？大切にしてくれるのはありがたいけど、その時のことはその時になってから考えても遅くないと思うわ。何も知らないまま事故に遭うよりマシよ。嫌いなのそういうの。では師匠が負傷した時の対処法を決めておきましょう。そうね、それがいいわ。止血は私がするわ。私には妊婦がないから。でもこの間みたいにラピが気絶してたらそうはいきませんよね。ちょっとネオン。うわ、すみません。今後はできるだけ気をつけるわ。一番いいのは指揮官様が怪我しないことだけど、すごーく体を大切にする人だからそれは難しそうよね。いっそ私とネオンもアンチェインドで撃たれとく？そう？別に。長生きしたいとは思ってないわ。マリアンのことですね。了解、分かったわよ。でも本当にどうしますか？師匠が大怪我をしたら。ラピがいない状態で指揮官様が大怪我をしたら治療するしかないわね。アンチェインドのリスクを理解した上でですよね。そうよ。指揮官を見殺しにするよりはマシです。そうですね、それは残酷すぎます。はい、これで決まり。怪我しなければそれで済む話よ。ところで師匠、
ヘレティックと戦う予定ですが、アンチェインドの弾丸は使い切ってしまったのでは？補充が必要だと思います。ドロシーの剣に関しても動きがありません。エデンでも何か起きているようです。余裕があるときに確認するのも手かと。美しいわ。仲間と意見を戦わせてすぐに息を合わせて次の目的を話し始めるところ、見事なものね。いつから聞いてた？いや、どこまで聞いたの？そんなこと気にしなくていいわ。話の中身には興味がないもの。あなたたちがどう話し合うのか気になっただけよ。美しく終わってよかったわ。私たちもそうなれるといいわね。修理は終わりました。ありがとう。穴木を、いえ、シンデレラとはどのようなご関係ですか？昔からの付き合い、家族のようなものだ。そうですか。もう動いてもいいか？早く合流する必要がある。シンデレラを一人にしてはいけない。ええ、動くことはできます。ただ推奨はしません。あなたの性能では足を引っ張るだけでしょう。唯一の武器もラピに渡していますよね。大丈夫だ。見ているだけでもいい。物語を見られるだけでいい。少々お時間をいただけますか？何の時間だ？あなたがシンデレラの役に立てるようにするための時間です。整備用に持ってきたものがあります。これをあなたに移植すれば、あなたの性能が大幅に向上すると思います。それからまだテスト段階の武装があります。それも微調整が済み次第お渡ししましょう。強くなるのか？ええ、当然。時間がかかるのか？いいえ、合流には間に合うと思います。わかった。はい。提案がある。何でしょうか？ガラスの靴を動かしていたクリスタル。ミラーコンテナのことですか？そうだ。あれのパーツ移植してほしい。ラプチャーのパーツを、なるほど、わかりました。確かにできそうです。頼む。はい、わかりました。気になることがある。なぜ私を助ける？ここまで助ける理由がない。ハーモニーキューブの下であなたを応急処置した時、指のパーツが特殊なものだと気づきました。かなり昔の技術ですね。精密作業に最適化されたものです。それも優秀な技術者にしか支給されないような。実は私の指のパーツもそれと同じシリーズです。当然相当のバージョン差がありますから、痕跡程度の共通点しか残っていませんが、私と同様に MMR という研究所のニケたちは全員これを使用しています。あなたが過去にどのようなニケでどのような研究をしていたかまでは分かりません。それでも私たちの大先輩であるということは間違いないでしょう。ニケをはじめとして人類が現在まで発展するための科学の礎の一部であった。そのような方に対する最低限の誠意だとお考えください。泣いているのですか？いや、
私はもう泣かない。そうですか。では見なかったことにしておきます。私たちはフェアリーテールモデルの第二世代として作られたの。私以外にも何人かいたわ。そしてそれを作ったのがエイ・グレイブよ。え？はい？グレイブが私たちを作ったの。知ってる？グレイブは天才よ。性能で言えば最強に近い私たちをたった一人で作り上げたの。それにグレイブは美しいでしょ。完璧な存在よ。グレイブに一体何があったの？秘密よ。話すだけで涙が出そうだからやめておくわ。私とグレイブだけの美しい物語として心にしまっておかせて。あなたたち何が目的なの？私たち？ニケの使命は決まっているでしょ。人類の敵を打ち倒し世界を人類の手に取り戻すこと、それだけよ。立派な話だとは思うけど、それって綺麗事すぎない？どうして？だって勝てるはずないでしょ、ラプチャーに。あら、そんな恐ろしい話は初めて聞いたわ。それならあなたはどうしてここにいるの？は？勝てないと信じているならここにいる理由はあるの？死に場所を探しているというわけでもないでしょ。まさかあなたたちも全員？そうよね。私を救い出した王子様とその仲間たちがそんなことを考えるはずがないもの。そんな考え美しくないどころじゃないわ。醜いわ。人類のために命を捧げないのは醜いことだって言いたいの？いいえ、でもそうとも受け取れる言い方だったわね。訂正するわ。目的もなく命を懸けているのが醜いということよ。一番大切なものを理由もなく捨てていることになるもの。あなたたちは今命を懸けているのでしょ。ベヒモスと戦う気ならそういうことよ。その理由が聞きたいの。あなたたちが命を懸ける理由は何？あなたたちは何を見ているの？何のために生きているの？私は、どんな事情があるかは知らないけど、誰かに言われたからといって流されるように生きるべきではないわ。私の物語を台無しにしてしまうかもしれないし、自分の主人は自分よ。だから見つけることね。早く見つける前に死んでしまったら美しくないでしょ。あ、楽しいお話をするつもりだったのに。雰囲気を壊した分は精一杯戦って償うわ。王子様、これを見て。クリスタルよ。表面がほとんど鏡みたいね。私の隣に立ってみて。美しいわ。
何してるの？美しい私を見ているの。緊張感がまるでないわね。そんなことしてる間に指揮官様が危ない目にあったらどうするの？それはないわ、私がいるもの。100年以上眠ってたんでしょ？どこからそんな自信が湧いてくるのよ。アニス、私のことが気に入らないの？別に。さっきから何かと私に言いがかりをつけてきているでしょう。どうして？言ってもらえないとわからないわ。美しさがどうとか、観客がどうとか、そういうのが気に入らないのよ。私の美しさが気に入らないの？そうね。何が美しさよ。こっちは毎日生きるだけで必死なの。周りの事情を何も知らないから、そういうのんきなことが言えるの。美しさなんて伝説の未確認生物みたいなものよ。ここはそんなもの気にしてられないし、気にしてちゃいけない世界なの。うん。あなたに惨めな思いをさせてしまったかしら。なんですって！あなたも美しさは何より大事だと思っていたのではないかしら。でも今のあなたはそこから限りなく遠い場所にいる。自分が大切にしていたけれど手にできなかったもの、それを他人である私が当然のように追い求めているから、自分と比べてしまって惨めに感じたのでしょ。あなたに何がわかるっていうのよ。あなたの爪、その髪、その肌、あなたも美しさを追い求めていたはずよ。未練が残っているから最低限のケアを続けている。違った？そうよ、求めていたの。でもうまくいかなかったの。悪い？だから未練があふれてあなたに八つ当たりしたの。これでいい？美しくないわ、本当に。あなたに何がわかるっていうの！いい加減しつこいわよ！そんなことを考えられる世の中でも立場でもないの！美しさなんて知ったこっちゃないわよ！こんな世界じゃ何の意味もないの！理解する価値もないわ。あなたにはそうでしょうね。自分自身を美しいと思えない人に私を理解できるはずもないわ。今はこんなだけどね、私だって昔は。今はどうしたの？どうして美しくあろうとしないの？どうして自分の手で美しいものを壊そうとするの？好きでこうなったと思う？私だって周りがあんなじゃなきゃ。そういうこともあるかもしれないわね。でも乗り越えられるわ。また美しくなりたいと思う？さあね。知らないままではダメよ。知らないと。あなたはいつでも美しくなれるわ。誰にでも資格はあるの。泥水をかぶっていても血にまみれたとしても美しくいられるの。わかる？あなたがそうと決めた時は、美しくあろうと決めたその瞬間からすぐに美しくなれるわ。鏡がこんなにあるんだもの。うん？羨ましいわ。
アニス。心配ありません、アニスは綺麗ですから。最近ちょっとお腹が出てきましたけど綺麗です。冗談を言うタイミングではなかったようですね。悪いけど、そうね。気にしないで、私は大丈夫ね。もうなんで急に昔のことを思い出すのよ。ないわね。何言ってんだか。あれ？どうしたの？あの、今水たまりを踏んだみたいなんですが、水が黒すぎませんか？とりあえず下がって。ダークマターと呼ばれていましたね。前に来た時はなかったわよね。なかったわ。ひとまず距離を取っておいて。あ、皆さん見てください。悪いわ。何よこれ。ホラー映画なんかでこういうのがよく出てきますよね。なんだろうと思って近づいたらニョキッと手が飛び出てきたりして。ネオ、予言能力の疑惑があるんだから余計なこと言わないで。これ一つだけとは思えないわね。確かめてくるわ。空も飛べるの？アニス、またシンデレラに口喧嘩でも吹っかける気ですか？そんなんじゃないわよ。さっきはそうだったじゃないですか。あれは口喧嘩じゃないでしょ。こっちが一方的に言われてただけ。それはそうですね。アニスはわなわな震えてただけでしたし。全くその通りよ。私ここで何やってんだろう。むしろ身に余る光栄よ、指揮官様。でも自分がこれからどうするのかって聞かれたらよくわかんないの。私も同じよ。師匠がアークの支配者になる手助けをするはずでは？それはそのつもりだけど。それとは違う話ね。私がこれから何をするのかってこと。舞台の目的と個人の目的が一致するとは限らないでしょう。そうでしょうか。全然理解できませんね。そうね。実は私もよく分かってないし、自分でも自分が何を言いたいのかよく分かってないの。面倒なことになりそう。まずこの黒い水たまりで辺り一帯が覆われているわ。避けて進むことはできそうだけど、
かなり注意が必要になりそうね。それから水たまりの中に誰かいるわ。はい？確かめましょう。ちょっと待って、誰かがいるって誰？知らない人よ。そりゃそうでしょ、むしろ知り合いだったらおかしいわよ。もしかしてシンデレラが見た誰かというのは、少女の顔をして大きく目を見開いていた。ええ、その通りよ。どうしてわかったの？そこにいるわ。昔から火力は幽霊退治に効果が。しっかりして、幽霊ではないわ。多分あんたたちでしょう。ベヒモスをいじめたの。ガラスの靴、フルコンタクト、言って。また出てきただけよ。おそらくいきなり攻撃なんてひどくない？ベヒモスの仲間なのでしょ？そう、私レビアタン。あんたが例の大先輩？今は違うわ。そうみたいね。うん、じゃその体だけもらってくから。そんなに急いでどこ行くんだ？射線を避けてクリスタルを壊すわ。おっと、せっかくの待ち伏せなんだぜ。これなら使えないだろう。
シンデレラに触れるな。ライターズイレイザーレディ。消えろ。なんだよいきなり。口を開くな。カッコつけて登場したのにカッコつかねえじゃん。私がカッコいい。そいつは羨ましいね。美しいわ。ベヒモスってばまたやられっぱなしじゃん。いや違うって、こいつの一発重すぎて。取っとかなきゃ。ウケる。だあ、もうしっかり取っとけ。今からかっこいいとこ見せてやっからさ。どうなってんだよ。それは聞かない。んなわけあるかよ。レビィ見たか。マジで避けてやがる。何がどうなってんの。マジですげえな。喜んでないでどうにかしなさいよ。わかってら。そろそろ話してもらえるかしら。大先輩、パワーあるじゃん。力だけではないわ。ちょ、何してんの？早くどきなさいよ！一発は大したことないけど、数が多すぎる。それに棺野郎の玉が重いし。ああもう！圧倒的な連携ね。あっちに何もさせてない。皆さん、水たまりがまた広がってきます。了解。でもあの水たまりの中確かめてみたくなりませんか。今度にして。私は、変人類、私の懐の杭を地面に打ち込め。私の。いい気味だ。お前急におしゃべりになったな。走れ変人類。
ちょっと撮影中だったんだけど。離れよう。最高よ、とても美しいわグレイブ。そうか。この辺りでいいだろう。助かったわグレイブ。ああ、少しいなかった間にもっと美しくなっているわね。マナに助けられた。新しいパーツと武器をもらった。ヘルメットも直してくれた。もう苦しくない。せっかく美しいのだから顔が見えるようにすればよかったのに。まだ自信がない。わかったわ。その背中のは何？ハーモニーキューブの一部だ。ミラーコンテナだったもの。秘密兵器だ。おお！クリスタルはどうして避けきれたの？ささっと簡単そうにやってたけど。新しい能力だ。とても綺麗だったわ。でもグレイブ、どうして棺を持ってきたの？私はここにいるわ。もう使うことはないはずよ。わかっている。でもないと落ち着かない。それならいいわ、あなたがそう思うなら。ああ、ところで、あいつ仲間を呼んでたわね。はい、レビアタンと言っていましたね。まずいわね、こんなに早く援軍が来るなんて。それにあの黒い水たまり、あれは何？お前たち軽率だったな。こんな早く来るとは思わなかったのよ。そもそもヘレティック同士が手を組むってあんまり真剣に考えてなかったの。アークでニヒリスターとインディビリアが手を組んだことはあったけど、お互い乗り気には見えなかったし、実際すぐに裏切ってたしね。ですがベヒマスとレビアタンは連携プレーをしていましたね。嫌な感じだわ。シンデレラと今のグレイブでも手ごわいんじゃない？そうかしら。そんなことを考える必要はないわ。いや、ケチをつけたいわけじゃないんだけど、ガラスの靴を止められた時何もできてなかったわよね。うん、あれは奇襲だったもの。また同じ状況になったらどうするの？そうはさせないわ。その通りだ。私も同じ意見よ。次は勝てる。いいえ、勝たなければいけないの。みんなは戦うのが好きみたいだし、自信があるのはわかるけどね。レビアタンって子、どんな能力があるか見当はついた？あの黒い水たまりに飲み込まれたらどうなるか分かってるの？飲み込まれなければいいだけよ。そうね。そうだ。なんでこんな時だけ息が合ってるのよ。でもベヒモスは見た感じピンピンしてたし、仲間もとっくに来てたわよね。やっぱり増援を待った方がいいんじゃない？今の2倍くらいの戦力が揃ってからなら挑戦する価値もあるかもしれないけど。いいえ、今が好機です。ん？うん？ヘレティックが2体集合しています。絶好の機会を見逃すわけにはいきません。機会って
どんな？一度にヘレティック2体を倒せるチャンスよ。あの、申し訳ないですけど、私たちがいくらヘレティックの悪夢だと言っても、この状態では厳しくありませんか？ベヒモスだけでも厳しかったのに、お友達まで呼ばれちゃったじゃないですか。諦めようということではなくて、あっちがズルをしてきたからこっちも対策するべきだという話です。いいえ、今の戦力で十分よ。ラピー、大丈夫？何が？いつもだったらそんな無謀な作戦はまずあなたが反対してたじゃない。なのにどうして今回は戦いたくて仕方ないみたいな。言ったでしょ、ベヒモスには負けられない。それだけよ。だからその理由を聞いてるの。シンデレラとグレイブはいいとして、なんでラピがこだわるの？負けたのがそんなに悔しかった？そう、悔しかったの。いいえ、悔しさじゃないわ。このままではダメだから。指揮官様、ラピをどうにかして。急に変なスイッチが入っちゃったみたい。やっぱり死なないんだ。あんた本当に何かあるんだね。ベヒモスの勘違いじゃなかったんだ。ああ、呼吸はいるのね。死なれたら困るし出してあげる。よー、男。じゃ、ベヒモスのお願い通りお話ししてみよっか。作ってあるから。当然ずっと中に入れとくと死ぬけど。それはまあそうなんだけど、そもそも普通は人間ならすぐに押しつぶされて死ぬはずなんだよね。敵死じゃなくて圧死。あんたなんで生きてんの？だろ？こいつマジでわけわかんねんだって。うげえ、お前何してんの？こいつが吐いたやつだぞ。おい、何してんだよ、汚ねって。あ、垂れてる垂れてる。どっかに着いたら私に近づくなよ。シャワー3回浴びるまで話も聞かねえからな。
ちょっと静かにして、確かめてるの。何をそんなにじっくり見てんだよ。そんなに不思議か。じゃあ私のも見る。ああマジでうるさ。え、ちょっとあんた、本当に吐いたの？いや、振りだけのつもりだったんだけど、勢いでうっかり。汚い。はあ、あいつのは宝石鑑定かってぐらい真剣に見てたのに。こっち来ないで。行かねえよ。私だって気持ち悪いんだ。お前がそんな気色悪いもん見つめてるから。ん？あんたアンチェインド持ってるでしょ。演技下手くそ。ベヒモス、こいつの血を取って。直接触らないようにね。うん？足でもぶった切ればいいか。ダメ、血はちょっとでいいから。冗談だって、真に受けるなよ。何言ってんだよ。このアームは丁寧に手入れしてんだ。舐めたって平気だぞ。やっぱりナノマシン壊れちゃった。アンチェインドだね。それもかなり濃い。これならダークマターが無力化されたってのも納得いくわ。黒い海で死ななかったのも。対話は進化の礎だっけ。ふん、あんたの言葉に説得力ができたのは初めてね。おめでとう。ほらな、今まで倒してきた奴らだって何を持ってたかわかんねえだろ。話をしながら情報をもらったり、技術も盗んだりすればいいんだって。それはあんたが寂しいからでしょ。それに私たちの状況を忘れたの？好き勝手に対話なんかしてうっかりバレたら。あ、ゲストそっちのけで話が弾んじゃってごめんね。アンチェインドを持ってる男か。かなりレアだよ。ねえ、私たちと一緒に来ない？誰それ。おしゃべりのことを知ってるの？あ、さあね、そういうあんたは？100年以上も放置してたくせに今さら？やっばー、超ウケるんですけど。どんだけずうずうしいの？やれるもんならどうぞ。
あんた何者？あれ？ここまでの対話なんて聞いてねえんだけど。ベヒモス、こいつ殺して。え？なんだよ急に。だって怖いもん。早く殺してよ。いや、だからって話の途中でいきなり殺すなんてマナーがなさすぎだろう。何言ってんの？こいつ普通の人間じゃないでしょ。おしゃべりとインディビリアも知ってるし、ハーモニーキューブのことまで。どう考えてもただものじゃないの。たまたま道に迷ったとかじゃないじゃん。これでもし情報が漏れたりしたら。落ち着けって。お前が慌て出したら私まで怖くなるだろう。ふざけないでよ。あんたたちがどうやって。こんな、黙って聞いてれば。面白い。面白えよ、すごく。面白がってる場合、早く始末してよ。レヴィ、感じないか。この対話が終われば私らがもう一段階進化できそうだって。それで私たちの秘密を全部ぶちまけちゃおうって。うん、じゃないの。ダメか。話したって減るもんじゃないし。こいつからどっかに情報が漏れたら。まあいいんじゃん。冗談やめてよ。あとどれだけ待つ気だよ。もう十分待ったんじゃねえか。その後どうなるか分かってんの。あのさ、レヴィ、勘ってさ、思ったより当たるもんだぞ。今のあたしらは直系たちにだって負けねえ。昔みたいなことにはならねえって。こいつらと大先輩を相手してたらさ、ピンときたんだ。今のあたしらは強い。わかるだろう。お前も感じてるはずだ。数字にできないから怖いだけでさ、感覚ではそう思ってる。もう閉じこもってちゃダメだ。そんな段階じゃない。私らもそろそろ動かねえと。よし、じゃあ賛成ってことで。
人間、お前の言う通りだ。あたしらの目的はアークを作ること。もちろん本物のアークとは違う。よくわかんねえけど、アークにはいろんなインフラってのがあるだろう。あたしらはそういうのは作れないから、側だけ再現するつもりなんだ。形だけの儀式みたいなもんだな。アークは目覚ましい速度で進化を遂げた。言ってみりゃそういうシンボルなんだ。秘密兵器を作る。そんでもってあいつらに一発食らわせてやんのさ。ちゃんと聞いてたか？秘密だから秘密兵器なんだよ。そう。ああ、フォービースト以外のな。ニヒリスター、リバーレリオ、インディビリア。あたしらをバカにして、コケにしてきた奴らのことだ。別におかしくはないだろう。三人いれば争い始めるのが人間って言うじゃん。あたしらも大元をたどればその人間だし。とにかく、そういうこった。直系の奴らに恨みがあって、それを晴らしたいんだ。んで、お前にちょっと手伝ってほしいなってわけ。そうだな。レヴィ、どんな情報が欲しいんだ？あのね、よくそれでこんな話を進められたわね。戦ったことがあるんでしょ？直系たちと。どうだった？でしょうね。でもそんなことを聞いてると思う？どうやって勝ったの？ああ、違う。アンチェインドを使って勝ったんでしょ？アンチェインドを使った時、どんな反応だった？コアは出てきた？じゃあどうして勝ったって言えるの？逃げられた？逃げたの？あの直径が？やっばあんなに偉そうにしてたくせに、死ぬのは怖いから逃げたってわけ？マジウケる。恥ずかしい。アンチェインドで撃たれたから逃げましたって、効き目があるどころの話じゃねえな。してるあいつらが？誰に？お前らに？は？
私のアームとやり合ったやつだろ。そうだったな。髪が赤くなったと思ったらいきなりバカ強くなったんだ。あれと戦ってあいつら全員逃げ出した、はあ、ほらなレヴィ、今のあたしらは強いんだって。今すぐ戦ったって負ける気がしねえな。そうかもね。こいつの言ったことが全部本当ならね。ありえる。で、あんたには妊婦がないからスキャンはできないし、仲間に聞いてみればいいか。あ、まあね。当然でしょ。人間が負け犬みたいに尻尾を巻いて地下に逃げた時、いろんな技術が地上に残されて、私たちはそれに導かれてここまで来たんだし、おかげでいろんなことを知れたしね。そんな私たちが次にすることは、あんたの仲間から情報の裏を取って、もし本当のことだったら、あんたから血を抜けるだけ抜いて、直系たちに復讐かな。直接戦っても勝てるんじゃねえか。まだこいつの話が本当かどうか確認できてないでしょ。それにアンチェインドがあれば絶対有利になるし、念には念を入れなきゃ。何をどんだけ待てばいいんだ。もう十分待っただろう。逆でしょ。今まで待ったんだから、あとほんの少しくらい待てないの。なるほど、それもそうだな。それじゃあ、あんまり気乗りしないけど、こいつを人質にして、あんた何してんの。なんで。レヴィ、よけ。レヴィ、早く引っ込め。大先輩か、そこ動くんじゃねえぞ。
お前てめえ恥ずかしくねえのかよ、人質なんて。だからってそんな卑怯な。指揮官様、無事よね。やっぱりそうだと思いました。師匠はもはや人間を超えてますからね。同意する。間違いなく変人類だ。美しい踊りだったわ、王子様。このまま決着をつけましょう。私が終わらせます。ラッピー、本当にどうしちゃったの。ラッピー、連携を。ベヒモス、畜生、痛えじゃねえか。ちょっと我慢してな。あいつらは私が片付けっからさ。見え張っちゃって。私に任せて。このまま押し切れば。何？なんだか急に暗くなったような気がしませんか？しっかり捕まれ。捕まっていて避けられる規模じゃないもの。待ってください。私を掴んでどうする気ですか。藁にでもすがらなきゃ。私は藁じゃありません。火力マスターです。じゃあ火力マスターにでもすがらなきゃ。はい、しっかり捕まってください。馬鹿げた真似を。
私は アンチェインドって面倒。これも聞かないの？喋んな、無理しすぎだ。殺されかけてるんだからこれくらいしなきゃ。見ればわかるでしょ、黒い海の中。そう、みんなあの中で圧倒的な密度の液体金属に押しつぶされてるはず。ついでに妊婦の情報を読み取ってんの。あんたが大嘘つきじゃないか確認しないとね。私たちがどうしてここまで来れたと思う？集められるものは何でもかき集めてきたの。人間の情報、技術、何でも。ある意味人間のものを受け継いだって言えるかもね。そういうわけだからありがとう。はいはい、そのうち気が向いたらね。ベヒモス。あいよっと。拳を握りしめてんな。血を出そうとしてんのが見え見えだ。仲間の方に体を近づけようとしてるしな。お前には随分やられたよ。だからちょっとおとなしくしててくれ。なあ？あいつらから情報を全部引き出し終わったら、すぐ解放してやっから。ま、否定はしないよ。でも、念には念をって言うし、私たちは今までそうやって生きてきたし、そのおかげでここまで来れたんだ。おう、なんだなんだ、面白い話は歓迎だぜ。出てきているのは私だけ？
そうだけど。王子様を返してくれる？やだね。返して。そうすれば命だけは取らないであげる。ん？大先輩さ、規格外なのは知ってるけど、私ら相手に大見え切っちゃって大丈夫？もう分かってんだって、大先輩じゃ私らには勝てねえの。いい加減大先輩って呼ぶのやめなさいよ。ただの旧型だってば。うん、それなら知っているかしら、私が殲滅専用のニケとして作られていること。周りに誰かがいると本来の力を出せないの。今は王子様に気をつければいいだけよ。残りはあなたたちが作った丈夫な玉の中にいるようだから。だから偉そうにしたって意味ないってば、旧型ちゃん。ガラスの靴、フルコンタクト、殲滅モード。この服マジでダメ。さっき幸運は服が私まで見せたよ。ちょっとタイム。ちょっとと終わらせようぜ。今日の私どう？セクシーすぎる。バカじゃねえの、なんだよこれ。うわ、レヴィ下に隠れ。うわベヒモス助けて。こんなクソ野郎。そう来ると思ったわ。驚いたわね、まだ生きているなんて。起きて。無理よ、当分起き上がれないわ。もしかすると永久に。あんた、私が必ず倒す。難しいと思うわ。王子様、大丈夫？
それならよかったわ。少し無理をしすぎてしまったわ。出力がかなり落ちているわね。心配しないで、休めば回復するわ。シンデレラ、無事か？もちろんよ、心配しないで。指揮官様、大丈夫？とりあえずは、ね。それはそうと、このありさま、シンデレラ一人でやったんですか？何もかも、消し済みになってるわね。本当に分かりやすい。イライラするぜ。なんだ？力比べはもうやんねえのか？わかってるか？お前、あたしのことが怖くて避けたんだよ。うるさい！お前は負けてんだ。気持ちから負けてんだよ。その口を！力が出ねえよ、力が。早く終わらせて、休まねえと。とどめを刺す力が残ってるかわかんねえけど。ん？あん？これってあれか？レーザー剤。なんだよ、これ、どこから？
中に榴弾。こいつ、あの時の。なんだ。うわっ！あっち！ナパームか。くそ、どこから。うわっ！また榴弾か。くそ。おい、何をぼんやりしてる。し、指揮官様、また来たよ。ナイスタイミングだったでしょ。ああ、アブソルート、現時刻をもって再合流する。魔獣狩りの時間だ。